綺麗な女性2人がいるから、連絡先教えてあげようか。マライさん、斉藤さんって知ってます？知らない。知らない？知らない。斉藤さんって何ですか？あのね、あのアプリがあって、はいはい、なんかあの日本の、はい、なんか知らない人と電話できるってやつがあるんですよ、日本国内でね。ビゴライブみたいな、うん、なのかな、うんうん、はい。まあ、ちょっとね、それをちょっとバラジさんにやってもらいたくて。日本人ですか？日本人ですね。日本人とだ、あの知らない人にはつながることですか？そう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 。へえ。ちょっととりあえず、あの女性にもつながる、まあ、もしかしたらつながるかもしれないですね。嬉しい。女性につながると嬉しいですよ。じゃあちょっと試しにね。どうするね。あのアップストアにね、うん、インストしました。そうね、じゃあ、うん、やっていきましょうか、早速ね。電話する。じゃあ電話してみましょう。うん、今まで。つながった？つながってません。私あのプロフィールに男に入れちゃったから繋がらなかった。繋がらない。そういうこと。ああ、プロフィールに。うん、はい。あ、そういうのもあるのかもしれないね。女性に変えるの？女性に変えた方がいいか。いやいや、そこね。うん。それプロフィールのところに男性、女性、インド人みたいな項目はないんですか？あの一言にところにはインド人に書いて。うん、性別には男です。男だから男に入れたの。ああ、男だと出ないのかね。うん、多分。相手に男。もしもし。もしもし。切れちゃった。もしもし、あ、もしもし、エンペルバラジラ、エングリクラ、もしもし、もしもし、エングラルクラ、なんか公園にあるかな？何で笑ってんすか？あ、な、笑ってる、笑ってる、え、どこにいるの？日本人、ね、あ、私も日本人ですよ。あの、な、あの、言語はね、いくつかできるから、あの、違う言語で話してみただけです。どこですか？日本人のどこに住んでる？あ、インド人は好きです。だからインド人にあの結構興味があって、インド人にプロフィールにインド人に書いておいた。うん。インド人は嫌いですか？いや、別に。別に？インドの女性と男と女どっちが好き？ あんまりよくインドのことを知らない。あ、知らない。じゃあ、あなたは、あなたじゃなくて、君は日本人ですか？日本人です。え、日本人。ちょっとちょいちょい笑ってるんですか？いやいや、ごめんごめんごめんね。に、日本人の男と女が誰が好き？それは芸能人とかっていうことですかね。ねえねえ、A の字？赤字？赤字？芸能人。あ、芸能人って何ですか？あ、テレビとかに。あ、まあまあ、いらない。そういう話はいらないけど、私はね、女性のコールが、女性の相手はできてほしかったんです。男性にできてて。じゃあさて、どこにいるんですか？日本の中でどこですか？あの、大阪ですね。大阪、大阪の難波の近く、私の友達住んでるよ。うん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 。綺麗な女性二人がいるから、連絡先、教えてあげようか。大丈夫ですか？彼女いるの？はい。だいないならいいよ。別に。私の、恋人じゃなくて友達、普通の友達だから、連絡先は全然いいよ。教えてあげるよ。大丈夫ですか？ね、かわいそう。何歳なの？今は18です。嘘だろう。こういうの聞くとなんか30歳以上に、けど、嘘つかないで。何歳？何歳？ 41？ 18。 18は全然信じません。嘘、絶対嘘だろう。
あ、じゃあでも大丈夫でしょ、18歳だから大人になったんですね。だから、うん、あの私の友達の連絡先教えてあげていい？ダメ？大丈夫です。え？何歳ですか？私？はい。あ、15歳。15歳、はい、15歳です。私は嘘つきません。うん。本当にしか私はね、言えません。うん。15歳。彼女はいないから、誰かに日本人の彼女なんか、なんか紹介してもらってもいい？ダメ？あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさいね。今日暇？もしもし。はい。うん。今日は暇ですか？会いましょうか。いや、それはちょっと大丈夫です。ああね、男だからね、会いたくない。わかるよ、それはわかるよ、うん。そっかそっか、じゃあね、じゃあバイバイ、テイケア、バイ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 。どうやって切るんだろう。あ、面白いね。今相手もすごい話してくれたんですね。ねえ、よかったね。うんうん、よかもっとなんか頭が回らなくなりました。だからやめちゃった。女に帰ってから電話つながったんですね。うん、やっぱ女の人じゃないとね、わかんないね。うん、電話しましょう。うん、行くよ。もしもし。もしもし。あ、こんにちは。もしもし。あ、もしもし、聞こえてますか？聞こえないです。聞こえないの？はい。ちょっと待ってね。高い声で話すから。聞こえますか？聞こえない。聞こえないの？もしもし。聞こえますか？切れちゃった。やっぱりな、高い声で話すときは聞こえないかもしれない。あ、じゃあバレンさん、斉藤さん実際使ってみてどうでした？え、面白い。あの、なかなかいろいろアプリがあるんじゃないですか。 Tinder とか LINE とかでアップがあって、あのビゴライブもありますけど、こういうふうに普通につながって話してくれる人はなかなかいないんですよ。だからこれは初めて使ってみて楽しかった。楽しかった。うん、見ててどうだった？面白かった。面白かった。でもやっぱりプロフィールを女性にしないとつながりにくいですね。そう、最初は男性にしてて、10回以上してみたんですよ。そんながなかなかつながなかった。女性に変えて一発目でつながった。一回でつながって面白かった。楽しかったね。楽しかった。大阪の人楽しかったね。じゃあだいぶ楽しめましたね。よかった。じゃあまたこれ機会があったらさ、今度また私は自分の部屋に戻って自分で一人でやってみる。一人でやってみる。一人でやって誰か。面白いね。じゃあもしね、夜とかね、斉藤さんこれ見てかけて。夜はちょっともう。やんない。夜は、ね。まあたまにね。たまたまかけてね、変なインド人に繋がったと思ったらバラエティさんです。違います。みんな忘れてください。ビデオカル、キャメラ電話します、今度は。じゃあカメラ越しにね出てくるんですね。じゃあどうも、どうも、ね、はーい。